皆さんこんにちは命を守る参議院議員の川田隆平ですいつも YouTube の動画を見ていただきましてありがとうございます昨日4月の17日に選挙の行われた地方自治体議員選挙それから首長選挙が行われまして私が応援に入らせていただきました静岡県の藤枝市藤枝市の市議会議員選挙で私があの応援に入った八木正さん えそして立憲民主党の川島美彦さんと鈴木武之さんこの三人が当選をしましたということで本当におめでとうございますえそして練馬区の区議会議員の補欠選挙え今回渡辺照子さんが当選をいたしまして立憲民主党の公認ということでこれから一緒にやっていけることをとても楽しみにしておりますおめでとうございました で首長選挙、練馬区長選挙は本当に僅差で、えー、今回、えー、落選になってしまって本当に残念なんですけれども、まあ、本当に、まあ、最後まで、えー、どちらが勝つか分からなかった中で、えー、本当に僅差ということで本当に惜しい本当に惜敗ということで、えー、本当にこれはですねまたあの次回、えー、期待をしたいというふうに思っておりますことしはあの杉並の区長選挙それから立川なども選挙がありますし結構、東京都内もですね、まあ、選挙が続きます。 それから、えー、今年の末もですねまた、えー、西東京選挙ですね、それから来年の4月が統一地方選挙ということで、まあ、本当にこの参議院選挙だけではなく、まあ、各地の地方自治体選挙が続きますので、 まあそういった首長選挙、それから自治体議員選挙、そういったものに、また引き続き応援に入れるところは入っていきたいと思っております。まあ、国会の方も、なかなか今、あの忙しくなってきておりますが、今週は火曜日に理事懇を開いて、木曜日二十一日が厚生労働委員会と一般質疑の予定となっております。その他ですね、まあ、本会議が二十日と二十二日に入ります。二十二日の本会議で。 今、薬器法が衆議院で採決になって、本会議ものということになってこられますので、衆議院の本会議が通ってから、参議院の本会議での質疑、登壇ということで、総理入りの22日の薬器法の質疑に、私も厚生労働委員会の筆頭理事として、この法案の登壇者の,の質疑に立たせていただけるということで、今、準備を進めております。 本当にこの1 0法についてはですねまた改めてまた皆さんにこの YouTube でもお話しさせていきたいと思っておりますがなかなかこれ衆議院もこう話をしましたけれども、えーまあまあ、賛成にも反対にも値しないような法案になってしまっているところをいかにこの立憲民主党としての延期のたった質問ができるかというところで今回質問の中身も詰めさせていただきたいと思っておりますので。 引き続き続このの動画でままたご覧いただければと思っておりますそれから YouTube の動画の方ですね、あの今、参議院の委員会の質疑なども中継をさせていただいている、参議院 YouTube 放送という、まあ、あのチャンネルを作らせていただいております。で、こちらもですね、あのまあ、今参議院という名前はついておりますが、衆議院の、えー、厚生労働委員会の様子などもこれからあのまた、 引き続き放送を中継していきたいと思っております。といいますのは参議院の方が放送がデジタルになって今だいぶその参議院の今までその画像が悪かった参議院の放送もですね今放送がだいぶインターネットも良くなりましてそれから倍速で1.5倍とかですねそのちょっと早めに早めてこう質問を見ることもできるように参議院の方はなってるんですが。 衆議院の方がその機能がまだないということで、まあ、できればこれ YouTube で録画しておいてですねアーカイブしておけば1.25倍とか1.5倍とか1.75倍とか早めて見ることができるので、まあ、その方がいろいろ委員会をやっぱり議事録を見ながらですねこの議事をあの聞きながらっていうことを参議院の質疑をする上で衆議院の審議も非常に重要な この議事録となっておりますのでそういったものを参照しながら参議院の質問を作っているわけでできるだけ衆議院のですね質疑を本当にこの早い時間で見なきゃいけないということもあってできるだけちょっと倍速で見たりしておきたいのでできればこの衆議院の方の中継をですねやっぱりしっかりしていくことをこれからちょっと力を入れていきたいと思っておりますのでぜひあの参議院 YouTube 放送ということですが衆議院の方も中継を 主にしていけるようにというふうに思っておりますのでそちらの方もぜひチェックしていただければと思っていますそれでは来週以降またあの薬器法の質疑が始まりますのでまあ、こちらもメインで質問させていただきたいと思っておりますのでまあ、しっかり準備していきたいと思っています今日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました 本当に選挙お疲れ様でした。また皆さん、選挙など応援の依頼がありましたら応援を話していただきたいと思っておりますので、皆様からも応援など、また結果報告などございましたら、またおいただければと思っております。今日も最後までご視聴いただきまして、本当に引き続きどうもよろしくお願いいたします。